ハータ君がどこまでタイムを縮めてくるかですね。一人目ミスコースしてるんでね、やっぱりここはちょっとタイムを期待したい。さあ、澤田選手、第2ヒート。お、回転決まってますね。やっぱ速いですね。さあ、1ヒート目のミスコースをどこまで挽回できるか。お、最後の回転、お、気になりますよこれ。注目のタイムは、おお、2秒台入れた。安定トップや。32秒24。まさか抜かれてもタイム。35秒。32秒か、早いな。1秒だけ抜かれそう。いやいや、ああ、っていうか、まあ、ね、本気しようですね。そのまま、そのままここでジムカーナをするあたり、完全に舐めとったんですけど、宮島さんに負けると思う。宮島さんに負けると、宮島さんに負けると思う。1ヒート目悪かったな。その俺に効果借りてるのはどう、誰だよ。さあ、ツーリング仕様の、ツーリング仕様のバイクで打倒川田選手、いけるでしょうか。回転も決まってますね。お、1ヒート目とはね、全然違うキレのいい走りで、さあ、どこまでタイムを削ってくるのでしょうか。あ、最後の回転、お、1ヒート目はね、宮島さんに負けてましたからね。34秒88。やはり来たな、これ。34の88。純正スプロケですね。コース狭いけん、結構加速がかなりきつそう。結構ハンデがありますね。ハンデありますね。あー、間違えた。おお、どうした。いけた。40秒44。33秒21。ペナなし。33秒21。いや、これはもう、これはもう実力の差ですね。何やったみたいな。ワイルドスピードめっちゃいい。もっと乗れるかな。さあ、行くぞ。1ヒート目の走りをどこまで、1ヒート目をどこまで超えれるか。お、この動画はジュエクの実況付きですね。そうですね。 よく回転、回転からの立ち上がりでアクセルを開けてくれる。さあ、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 下げろ、下げろ、下げろ、まだまだ自分からの動画なのに転倒がねえんだよ。
さあ最後の回転で見せてくれるでしょう。このマフラー強化結果に関わらず、このマフラーでゴール。結構ね頑張ってましたよ、ね。47秒77。上がりましたね。上がりましたね。ちょうど1。もうほんま4秒ぐらい上がった。更新ですね1秒。KWT さんが32秒。さあ大鳥の宮島選手、結構ね気合い入ってますよね。ウォームアップ気合が入っております。やっぱりここでちょっとバシッとタイムを出すか笑いを出すか。いや、まあ、笑いを出してほしいところではありますけど、ね、点灯を出すか、ね、まあ僕のタイムを超えないでっていう。行きましょう。あー、この香川の回転モンスターの回転フランケンです。回転フランケンですね。回転をするために博士に改造されてしまいました、ね、そうですよね。自ら志願してね。そう、自ら志願して回転の改造を受けましたからね。まあ、そのぐらい回転が好きで好きでたまらないのに、回転も禁止されてしまってコースでしか回転を走られないみたいですね。綱さんに回転を、綱さんに回転 GP 禁止と。おー、回転早いぞ。お、早い、決まりましたね。さあ最後の回転見せてくれるか。おー、安定しちゃう。最後最後最後微妙微妙。いや、もうパイロンタッチした。完全に踏んでた。いやータイムじゃ勝てた。生タイムで負けた。やったー、生タイムで負けた。さあパイロン踏んだから。さあゴールで、ね、あーやばっと思ったね。リザルト、まあ、でもあそこ多分踏まなかったら生タイム負けてるかも。いやー、香川第1回宮島カップ優勝の第1回宮島カップ、優勝は KWT。 おめでとうございます。勝利の一言。やっぱあれですね、なんやろ、ハンバーガー美味しかったっす。この気持ちを誰に伝えてるんですか。この気持ちですか。やっぱり愛すべき妹に。はい、ありがとうございました。